はい、どうも皆さん、こんにちは。ニグでございます。今回もですね、ポケモンシングルレートやっていくんですけど、お相手のパーティーは、カバルドン、メタグロス、カプコケコ、パルシェン、テテフ、マンダですね。まあ、お相手のパーティー見るからにして、まあ、対面構築と言えるんですが、ここ、キノガッサ出し安定するんで、キノガッサ出しますか。キノガッサ、全体に有利取れますね。で、その後に、誰だろうな。全体、結構、リザが刺さってる。で、リザ出したいんですけど、難しい。どうしようかな。ゲンガー活躍させたいか、ゲンガー入れようかな。ゲンガー、ラス1。え、誰だ?このままだと、パルシェンに殻破られると終わるのか。まあ、破られてもいいように、ミミッキ添えておきますか。添えちゃダメだな。かぐやにします。これで、テテフをゲンガーに後出しされても、後ろ引きが安定するんで、ですね。それでいいかな。カプコ結構、これは予想通りですね。こっちもそれさせようとしたんで。で、ガッサー。ここは、後ろに控えてることを考えると岩石封じ安定なんですよ。岩石封じ打ちます。これ突っ張ってきても、マジシャで突っ張ってきても抜けるんで、こっち。さあ、お相手どう出てくるか。まあ、ボルチェンから、メタグロスに繋ぐとか。その動きが一番、リフレクター!お前壁張り型か!じゃあ、パルシェン繋ぎですね、これ。よいしょ。下がったんで、ここを、跳ね増し打ちます。5発当たったら、倒れそうぐらいの体力なんで、まあ、なんとかなるでしょう。相手誰に交代してくる?いやけど結構考えないと。けど、ガッサに有利取れるポケモンがそんなになかったんで、で、カプコケコリフレクター持ってると技スペ圧迫されるんで、多分ボルチェン持ってないっすね、こいつ。5発ぐらいあってくれ。2発。2回かい。光の壁。あー、まだいいや。それならいいや。もう一回、まあ、谷増し打ちます。よいしょ。よいしょ。おー、急所、オッケー!オッケー。それはいい、それはいい。で、ここで出てくるパルシェンは、絶対に殻を破るしてくるんで、誰出る?ラストパルシェンか。そうすると。え、絶対パルシェン出てくるよね。出ますよね。で、ここを、ガンプ打ちます。オッケー、抜いてる。から、つらら張りか。え、そこつらら?ここつららか。それ考えてなかったな。破んないんだから。命の玉パルシェン。はいはいはい。じゃあゲンガー出します。最後、カプテテフと見た。カプテテフと見たんで、これ。
手で負荷なんだ。どうした？なんかきつい。グロスもきついな。これ爆弾で死なないんですよね、多分。この体力的に。なんで、うわぁ、怖え！鬼火打ちて！鬼火打ちます引っ込め！誰？誰誰？カバ？カバ？カバか！あ、カバなら、起点だ。よし、お前の真の力見せてやれ。あ、そっか、あれ、自力で引いたのか。じゃ、こいつでちょっと、負担かけていこうか。鬼火当たる。で、ここ、あれ二つ、畳み二つで落ちるんで。元気消える。まあ、ここ相手あくびかな？畳み打ちます。HD だったらバカ硬いんですけど。どうだ？うん、バカ硬いね。あくび。あ、それならいい。相手交代できないんで。ここは普通に、鉄火逆交代。あくび。ここ、あくび食らっていいんですよね、正直。あくび食らっていいんで、ここ一回、エアスラで負担かけます。オッケー。で、オボンか、ウィーらへん。キラか。よし！で、ここ、カバルドン絶対テッカゲーヤじゃなくて、パルシーに交代するんで、交代未交代でゲンガーキャッチします。絶対交代する。絶対交代する。俺の人絶対交代する。どうだ？よーし、勝ったー！これは勝ちましたね。オッケー。ここまで来たら勝ったんで、ヘドバク押すだけで勝ちです、あと。つぶて、つぶてじゃ死なんよ。めっちゃ暗いやんけ。あ、けどこれで玉ダメと、ヘドバクで、いい感じに。オッケー！このね、ゲンガーキャッチの恐ろしさ。まあ、リスナーも分かってくれたことでしょう。ゲンガーはやっぱ強いんですよ。カバルドン、この体力のカバルドンなら、たたりめで落ちるんで、たたりめ打ちます。たとえここ地震で落とされても、普通にあとエアスラで詰めるんで。これは勝ちですかね。よし、対戦ありがとうございました。いや、ナイスゲンガーキャッチャーだった今の試合。